皆さんごきげんよう、沙織です。はい、今日は冬のファッションの質問コーナーということで、先日インスタグラムで皆様から質問を募集させていただいたんですが、たくさんのご質問いただきましてありがとうございました。で、今日はそちらにお答えをしていきたいなと思います。でですね、さらにクリスマスシーズンにおすすめのアクセサリーやネイルポリッシュ、あとは私がクリスマスデートに行くんだったらこんなコーディネートで行こうかなっていうね、コーディネートを2パターン考えてみたので、そちらも一緒にご紹介していきたいと思います。で、今回2パターン考えてきて、で、1つはちょっとカジュアルな感じのデートの場合で、もう1個はちょっときれいめな感じのデートの場合みたいな感じで考えていきました。じゃあまず最初はカジュアルなクリスマスデートのファッションからご紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず1コーデ目です。私がカジュアルなクリスマスデートに行くとしたらこんな感じっていうコーディネートしてみました。トップスがちょっとね、女性らしい可愛らしいデザインで、お袖がね、ちょっとバルーンスリーブになってたり、肩のところこうギャザーが寄ってたりして、ちょっとね、立体感のあるトップスなんですが、これがね、先日アルシーブで購入したもので、すごい可愛いなと思って購入してみました。やっぱりこういうデニムとか履くとカジュアルになりすぎちゃうので、こういう感じでちょっと胸元がすっきりしたデザインのものにしてあげると、女性らしさも残しつつカジュアルなスタイルができると思うのでおすすめです。ちょっとね、アウターはあったかいダウンにしましたダウンもあえて白でちょっとパッと明るい感じになるので、女性らしさを出せるようなクリスマスデートにぴったりの感じのコーディネートにしてみました。あとやっぱりデートコーデに欠かせないのはアクセサリーということで、ちょっとね、手元もコーディネートしてみました。こちらのリングはすべてノワールドプーペというブランドのもので、すごく華奢で上品なデザインで素敵なんですよね。で、こちらのリングは優美な輝きがテーマのルチアというシリーズだそうです。まずね、こちらの中指のガーネットのリング、とっても素敵ですよね。ノワールドプーペさんはこういう天然石のリングも多く取り扱われていて、すっごく透明感があって素敵で、手をすごく綺麗に見せてくれるような華奢なデザインです。あとね、こちらの小指のピンキーリングはちょっとね、ウェーブしたデザインなんですが、結構ね、存在感のあるピンキーリングで、なんか華奢なのも可愛いですけど、やっぱりこういう華奢なものと合わせるには、こういうね、ちょっと存在感があるピンキーリングっていうのもすごい相性がいいんだなって思いました。あとこちら人差し指のリング見てください。これ2つ重ね付けしているんですが、こんな感じで下はこうウェーブになっている、すっごく華奢なリングで、なんかこういうね、曲線がリングに入ってくるとまた雰囲気がガラッと変わるんだなって思いました。で、こちらの上のリングなんですが、これもすっごい私の好みで、あのね、すっごいちっちゃいパールとクリアのストーンがこう交互にね、なってて、すごい華奢で可愛いですよね。もうね、すごいこれキュンとしてしまいました。はい、ということでね、手元こんな感じなんですが、実はね、このネイルもこのガーネットのリングにちょっと合わせてみたんですが、ネイルがこちらの無印のネイルなんですよね。クリアレッドっていうカラーなんですが、このね、透明感があるのがこのガーネットの天然石のリングとよく合うかなと思って塗ってみました。冬ってやっぱりお洋服とかが重たい印象になりがちだと思うので、もちろんこうマットなネイルとかボルドー系とかも素敵なんですけど、あえてこういうクリアのもので合わせてあげて、ちょっとね、抜け感というかこう透明感を出してあげると、それも素敵なんじゃないかなと思います。あとね、このお洋服、このネックラインとかこの肩のね、デザインが可愛いので、髪の毛はこうアップにすっきりまとめてみました。ダウンとかね、着る時も結構首元がこう渋滞しちゃうから、あのポニーテールとかにしてすっきりしてあげるといいかなと思います。でね、その代わりにちょっとこう耳元は大ぶりのイヤリングとかで華やかにしてあげるといいんじゃないかなと思います。このクリアがすごい可愛いイヤリングと、あとね、こちらのネックレスも同じくノワールドプーペのものです。はい、ではまず1コーデ目のご紹介させていただきました。なんか最初からちょっと長くなっちゃったんですが、はい、はい、じゃあ次のご質問に行きたいと思います。ね、このご質問もかなり多かったんですが、屋外と室内の寒暖差どうしてますかっていうご質問ですね。皆さんどうしてますか私の場合は
まあ、ちょっとアドバイスになってるかわからないんですが、すごい寒がりなんですね私。なので、まあ、暑いより寒いがもう本当我慢できないので、朝はもうしっかり着込んでいきます。私実はもう10月から極暖ヒートテック着てますもうそれぐらい着込むんですけど、室内に入るちょっと前とかにアウターを脱いで、ある程度ちょっとこう冷ましてから室内に入るとかすると、なんか一気に暑くなっちゃうということがないので、うん、いいかなと思います。なんかすごい当たり前のことは言ってる気がするんですけれども、はい、私はそうしてます。で、次が足元の寒さ対策どうしてますかっていうご質問でした。まず足はほとんど毎日ブーツを履いてます。特に寒い日はブーツに足用のカイロを入れたりとかしてますね。私ほとんどもうスカートとかパンツはもうロング丈しか履かないので、もうねほとんど足隠れてるみたいな感じのスタイルが多いので、そうロングスカートにブーツみたいな感じで、でもっと寒ければ中にカイロっていう感じでしたりしてます。あとね、どうしてもやっぱりパンプス履かなきゃいけない時とか、まあパンプス合わせたいコーディネートの日とかあると思うんですけど、やっぱパンプスの時って結構足元がこう薄めになりがちだと思うんですけど、ある程度は我慢しちゃうんですけど、カジュアル系のおしゃれな方とかって靴下をパンプスに合わせたりすると思うんですけど、やっぱりね私のいつものスタイルだとちょっとね靴下合わせっていうのがあんまり合わないかなと思ってるので、あんまりパンプスに靴下みたいな合わせはしてないです。やっぱり足元は普通のストッキングとかタイツになっちゃうんですけど、 もっと寒い時はスカートに隠れて見えないぐらいの丈のレギンスを上から2枚重ねしたりとかしてます。でもね、この寒さ対策についてはもう本当毎年悩んでるので、もしねおすすめがあったらぜひコメント欄で教えてください。お願いします。はい、で次のご質問いきたいと思います。おすすめのマフラーの巻き方を教えてくださいということですね。じゃあね、巻いてみたいと思います。ちょっとねこの色が合わないのは分かってるんですがはい、ちょっとねこれしかなかったのでこれ巻いてみたいと思います。私一番よくやるのはもう普通のこれですねこれなんだかんだ一番いいですよね。あとはミラノ巻きって呼ばれる巻き方なんですけど、ここの輪っかに手を入れて、ここの片方をキャッチして、ここからちょっと引き出して、そしたらこっち側をここから通す、ミラノ巻きと呼ばれるものです。これすごい、ここがねもう完全にガードされてあったかいし、顔周りすごいボリュームが出るんですよね。ちょっとねこのマフラーボリュームありすぎてなんかモコモコしちゃってますけど、もうちょっと多分薄手のマフラーとかでもボリューム感が出るのでいいんじゃないかなと思います。はい、そして次のご質問が、マフラーを巻く時のヘアスタイルどうしてますかっていうご質問です。これですポニーテールですね。やっぱりねこうボリュームのあるマフラーになればなるほど、ここら辺ねこう襟足のあたりもたつくと思うので、ポニーテールすることが多いかもしれないです。まあね、ポニーテールのやり方はちょっと昔の動画とかでもご紹介してるので、そちらでねぜひ見ていただければと思うんですが、まあ今日みたいな感じでポニーテールにすることが多いかなと思います。はい、じゃあ次ちょっと最後になるんですが、最初にお話ししていたクリスマスデートコーデですねの綺麗めバージョンをご紹介したいと思います。綺麗めなクリスマスデートの時のコーディネートはこんな感じですかね。私もともと結構コンサバ系なので、あまりいつもとは変わらないんですが、ちょっとね白とか明るいカラーだけで作ってみました。クリスマスとか冬のオールホワイトコーデとかすごい好きで可愛いなと思うので、もうね上のタートルとあとこのスカート、レースのスカートはどっちも白で合わせました。でちょっとね明るめのベージュのコート、これが去年から着ているノーブルのコートで、こう1枚仕立てのダブルフェイスのコートなんですけど、すごいね軽くてお気に入りです。クリスマスの時期だと、まあ、もしかしたらね結構寒いかもしれないので、まあ、中にインナーダウンとか入れて着ようかなと思います。クリスマスだけじゃなくてね冬のデートとかにもすごいおすすめのちょっとお姉さんコーデかなっていう感じです。はい、そして手元はこんな感じで合わせてみました。今回アクセントになっているのがこちらの中指にしているモルダバイトというこのグリーンの天然石と、あとこちらのオパールです。すごい素敵ですよね。重ね付けするっていうのもすごい素敵だなと思いました。
で、この真ん中のストーンだけではなくて、ここなんて言うんですかね、ここの部分も繊細なデザインがされていて、すごい素敵なリングになっています。とこちらのピンキーリングが先ほどとちょっと違うんですが、こう曲線がこれも綺麗で、少しね先ほどのものに比べると華奢な作りになっているリングです。で、あとこちらの中指のリング、これもね素敵ですよね。すごいシンプルなんですけど、ちょっとねカーブしていたりして、すごくね手元を綺麗に見せてくれて、こう動きのあるデザインで、すごく素敵だなと思いました。なんかシンプルだけどすごい凝ってるなっていう感じがね伝わってきますよね。で、ネイルもちょっと変えてみました。今度は少しお姉さんな雰囲気にしつつ華やかにしてみました。まずね1色目がこちらで、エレガンスクルーズのブラウンの02番です。名前がブラウン系なんですが、全然ねピンクベージュという感じです。ここの人差し指と薬指のカラーなんですが、一見ブルベさん向けのカラーなのかなって思ったんですけど、意外とね私イエベなんですが馴染んでくれて、ピンク系なのでデート向きのカラーかなと思います。いつもだったら私この今の色ワンカラーで全部塗っちゃうんですけど、まあ、今回クリスマスということで、こちらのねラメがぎっしり入ったタイプも合わせて使ってみました。同じくエレガンスクルーズの BR03 番ですね。すごいね手元が華やかになってクリスマスらしい雰囲気になるので、はい、とってもおすすめです。あとこちらのパールのイヤリングとイヤーカフ、あとねこちらのとっても華奢で素敵なネックレスもノワールドプーペのものです。はい、ということでね、今回もたくさんご質問いただきましてありがとうございました。ちょっとね全部はお答えできなかったんですけれども、少しでも参考になったりお楽しみいただけていたら嬉しいです。で、動画内でもお話ししているんですが、今日つけていたこちらのリングだったり、あとネックレス、イヤリングはすべてノワールドプーペというブランドさんのものです。今回こうやってつけさせていただいて、やっぱりね一つ一つすごく凝ったデザインなので、なんかそういうものをね身につけるとすごくね気分も上がるなっていう風に思いました。もう多分ね今動画ではお伝えできないくらい細かいところまですごく綺麗に作られているので、ぜひね店頭で見ていただけたら嬉しいなと思います。で、しかもね価格帯がちょっと頑張ったら買えるかなみたいなね絶妙な価格帯で、まあね全部デザインからね生産からね全て自社でされてるそうなので、ブランドの皆さんの思いが詰まった素敵なアイテムをこう手の届きやすい価格でゲットできるということでね、クリスマスとかのご褒美としてもいいんじゃないかなと思います。あと私日頃からいつも思ってるんですけど、やっぱりね手元のアクセサリーってすごい大事なんですよね。たまに忘れてこう結婚指輪だけで出かけちゃったりすると、やっぱりねなんか手元が寂しいなと思うし、手ってこう人目にすごい触れるところだから、やっぱりねこう華やかにしてあると一気に雰囲気が変わったりとか、お洋服がカジュアルでもこう手元にねこうキラッと光るものがあると、こう女性らしいエレガントな雰囲気に見えたりすると思うので、本当にねこういう重ね付けとかはねすごい素敵だなと思いました。ただね私もまだまだアクセサリー系のコーディネートとかはね極められていないので、こう何を合わせたらいいのかなって迷っちゃうことあるんですけど、このノワールドプーペさんのインスタとかを見てみると、いろいろとねコーディネートの参考になるような写真もたくさん載ってるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。で、今日ご紹介させていただいたアクセサリー、もし気になるものがあった方は概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではごきげんよう。